クオン先生、俺今日は大事な用があって。ダメ。サトシ君、昨日の唾液の小テストちょっと残念な点数だったでしょ。今から1時間私の授業に集中しなさい。そうしたら次の小テストも解けるようになるから。先生って英語科でしょ。唾液なんて専門外じゃ。一生懸命教えるからできるよ。いや、先生、クオン先生ってユイ先生そっくりだな。ごめんなさい。ダメ。なんだこの先生。さあ、始めるよ。はい。大丈夫？お腹でも痛いの？なんだろう。昨日怖い思いして過呼吸が続いたから体がおかしいのかな。ずっと膀胱が膨らんでる気がする。何から話そうかしら。昨日はありがとうございました。大したことはしていないわ。如月学園って案外広いのね。岸沼くんたちを探すのに少し手間取ってしまったわ。あゆみちゃん、岸沼くん、あなたたちって天神小学校の生還者よね。なんであんたそのことを。あなたたち死後の世界に接してきたでしょう。通常人間には身につかないオーラの色をしているわ。私には見えるの。愛子さんは霊能関係の情報屋で奈穂さんのお友達なんですよね。ええ、奈穂ちゃんに天神小学校の情報を提供したのは私。なほちゃんがキビキ先生のために霊能探偵をやっていたことは知っているわよね。はい、幸せの幸子さんの情報が掲載されてから失踪されたことも。私はね、心霊スポットや霊能関係の情報を集めて、それを欲しがる人に有償で提供してきた。報酬はお金、もしくは私の興味をそそる霊具の類い、相手によってふっかけ方も変えるけれど、まあギブアンドテイクよね。向こうは情報が欲しい、私はお金と霊具が欲しい。だから私は情報屋をやっているの。奈穂ちゃんもいいお客さんだったわ。あの子が最後に買ったのが天神小学校の情報。奈穂ちゃん、これで響先生の小説がなんとか賞を取れるってすごくはしゃいでた。ねえ、教えてくれる？あなたたちの閉じ込められたあの異空間に奈穂ちゃんはいた？奈穂さんは響先生と一緒に亡くなっていました。そう、やっぱりね。平気なんですか？残念だと思うわ。でも予想はついていたから、わざわざ取り乱す必要もないでしょ。じゃあこの子はおまじないを一緒に行ったと思うんだけど、あっちにはいたかしら？いえ、会ってないから分かりません。そう。奈穂さんのことお客さんだなんて、そんなの友達って言わないと思います。あら、あなたは客って言葉に対して随分と偏見を持っているのね。取引を行う以上、私はそこに最大の誠意とクオリティを提供する。つまりそれがパートナーとしての信用で、フレンドシップにも負けないものだと思っているけれど。そんなこと。あんたよ、昨日篠崎を助けてくれたことは感謝するけどよ、金やなんかの見返りのためにそんなろくでもない情報を拡散させるなんて旗迷惑だと思わねえのか？情報は情報よ。それ自体に罪はないわ。道具と同じ。それをどう使うかは使い手の問題でしょ。その気になればその辺にあるコップでも人は殺せてしまうのよ。なもん詭弁じゃねえかよ。あなたもそう思う？あゆみちゃん。愛子さん、ごめんなさい。私はあなたの考え方嫌いです。無責任だと思います。やれやれ、ひどい嫌われようね。慣れてるけど悲しいわ。ま、天神署は俺らがぶっ壊してきたからいいけどよ。本題に入りましょうか。私があなたたちに近づいた理由、伝えたいことについて。黒魔術の文字対応表、篠崎家の家系図。少しショッキングなことを伝えるわね。さっき岸沼君が言ったことだけれど間違いよ。あ？何がだよ。天神小学校は壊れてなどいない。今もまだ存在し続けているのよ。これを見て。なんだよこれ。やっぱりこれは私が念写したものよ。力が足りなくて少し不鮮明ではあるけれど、今現在のあの空間、天神小学校の様子、一体どういうことなんですか？順を追って説明するわね。まず昨日の例の赤い箱だけれど、開けるとこの霊具が出てきたの。残念ながら箱の中でほとんど割れていたけれど、この一組は無事だったわ。霊具というのはね、簡単に言えば死者の思いが込められたもののことで、物に閉じ込められた霊、またはその生前の記憶が持つ者に延々と泣き言を語りかけてくる愉快なものよ。私はこう見えて無類の霊具コレクターでもあるの。この子の意思を読もうとするとね、呪わしい声と一緒におさげの少女や廃校の風景が見えてきたのよ。で、気になったからこのカメラに。私の念を写してみたの。それがその写真。私がこの霊具を使ってその時の今現在を念写したものよ。過去や未来の時間を超えた念写は私にはできないから。そんな。篠崎幸子を失ったあの学校は、私たちが逆打ちで脱出した際に崩壊したはず。でも寸前のところでとどまったってところかしら。私に語りかけてくる声の主がまだいるのかもね。例えば写真の女の子とか。誰かしらね、この子。くっそ、あの地獄みたいな場所がまだ存在してるってのかよ。その天神小学校、いえ学校の形をしたあの異空間だけれど、ナホちゃんに紹介した手前、私も気になって調べていたの。あの異空間の正体はね、涅槃という死後の世界に近い磁場なのよ。普通はこの世とは別の次元に存在するものなのだけれど、涅槃？ええ、篠崎義恵については知っているわよね。はい。篠崎の家、義恵の診療所に黒の本と呼ばれる魔導書、ブック・オブ・シャドウズがあったことも。はっ、あなた、落ち着いて、お願い。賢きイザナギの狼、つくしの卑無家の立花の斧のあわぎ原にみそぎ払えたまいすときにありまする腹井戸の狼たち。もろもろのまがごと積みけがれあらもば払いたまえ清めたまえと回すことのよしは、まずかみくにすかみやおよろずの神たちともにきこしめせとかしこみかしこみもん回す。荒れませる腹井戸の狼たち、あなた、しっかり。ああ、御親の御霊様、お願いです、連れて行かないでください。お父さん、お父さん、息してないよ。霊能力者の血筋、篠崎の者と結婚した夫は必ず早々の死を遂げる。呪われた家の運命に抗えなかったよしえは心ない者たちから守るよう篠崎の家に託されていた禁忌の本に手をつける。それが黒の本、ブック・オブ・シャドウズ。愛するものを失う、そのことを恐れるあまり黒魔術に頼ったの。まさに荒唐無稽でバカな話よね。よしえ自身もすがれるものなら何でもいい程度にしか思っていなかったと思うわ。ところが、まさか信じられないことが起こる。義恵の体に流れる篠崎の血筋、その強い霊力に想像もつかない何かが呼応してしまった。それは義恵の術で本の中から呼び覚まされた何か。それは涅槃、未来永劫死者と共にいられる場所、死後の世界を切り取った空間がこの世に生まれてしまったの。義恵はもう半分正気を失っていたのね。一人娘の幸子を現世に残して、自分は夫の魂と共に生涯をそこで添い遂げようとした。ランド・オブ・コープス。ところが涅槃には意志があり、義恵の手でコントロールできるものではなかったの。黒魔術には障害反動がある。夫の魂はバラバラに飛散し、義恵の命も消えかけた。自分の愚かな行為を悔やみながら呼吸を止めようとしたその時、底なしに霊能力の強い一人娘幸子が涅槃を丸ごと体の中に飲み込んだの。幸子が幸子あなたお母さん死なないで、お母さんごめんね、さっちゃん。ごめんね。お母さん間違ってた。お母さんにはあなたがいるわ。もうあなたを置いていこうだなんて思わないから。あなたも知っての通り、幸子も篠崎家当主直系の血を引くサラブレッド。義恵を超えるほどの霊能力を持っていたのね。涅槃を丸ごと体内に封じ込めるなんてものすごいことよ。当時ほとんど最強の霊能者だったんじゃないかしら。まだほんの小さな子供だったけれど、でもその幸子が死んでしまって。そう、保健医義恵の転落事故と同時に幸子が行方不明になった50年前のあの事件。あれは校長による殺人事件でした。やはりそうなのね。校長が余計なことをしでかしたおかげで幸子の中に吸い込まれて封印されていた涅槃が復活し、あの異空間天神小学校が生まれてしまったのよ。ま、とはいえ復活した涅槃も資料として蘇った幸子の力で再び抑制されて、やっぱりその支配下に置かれていたようだけれど。幸子がいろんな力を使えたのもその涅槃の影響だったのかしら。現在はあなたたちが脱出の際に幸子を取り除いてしまったから、涅槃は再び暴走状態になっているのよ。なくなってしまえばよかったのに、あんな危険な場所。さて、ここで少し突飛な話をするわよ。ついてきてね。はい。死んだ友達にまた会いたい？涅槃で死んだ霊は成仏できずにとらわれ続けるというわ。お友達の魂だってまだあそこにいるかもしれない。実はね、黒の本「ブック・オブ・シャドウズ」にはいろんな魔術が書かれているの。ヨシエの使った涅槃を生み出す術の他にも反言の術というものもある。命を無理やり戻すなんて敬虔な宗教家に言わせれば、神のおぼしめしに背く背徳の行為だと言われそうだけれどね。はあ？けれどそんなものはクソくらいよね。冒涜も破壊も何でも来いよ。死んだ友達を生き返らせたいんでしょ？だったらあの本を探し出し、天神小学校でもう一度あの術を行えば成功する可能性は飛躍的に上がるんじゃないかしら。おい、あんた何無責任なこと言ってやがんだ。またヤバいことになったらどうすん。あなたは知っているんですね。私と中島さんのヨシエの家での失敗を。あの時のことは夢幻だったと思っています。ありえないものを見て、ありえない体験をして、私はおかしくなっていたって。してはいけないこと、あんなこともう忘れたいの。でも現実だった。いい？人が本来触れることすらできない世の常識の裏側にあなたは手を突っ込んだのよ。今さら逃げられると思う？私にそんなことが。そんなことって何？みんなを。何？あなたの口からちゃんと聞きたいな。どうしたいの？生き返らせ。よく言えました。黒の本が生み出すのは魔女の英知が起こす奇跡よ。それは運命をもねじ曲げる力。たとえそれが確定した運命であろうともね。あなたは強力な霊能者の家系、篠崎家の末裔。日野江さんがいない今、これはあなたにしかできないことかもしれない。だけど肝心のブックオブシャドウズがどこに行ったのかもわからないし、それに幸子を失った天神症には幸せの幸子さんのおまじないではもういけない。そうだと思います。あの学校で菅野由紀ちゃんという女の子に聞きました。そこでこれよ。それは一体。ものすごい霊力を持ってる。さすが篠崎の霊具ね。声が教えてくれたわ。これは幸せの石。幸せの石。この石は2つで1つなの。これをパズルのようにくっつけて「涅槃よ、死人を迎えよ」と唱えれば、触れているものみんながいつでも天神小学校へ飛べるわ。戻る時も同じ。思議でしょ。この子が教えてくれたのよ、この方法。10代だった篠崎義恵は叔母の牧奈のことを慕ってよく家に遊びに行っていたそうよ。世界的に有名な霊能師の家系である篠崎家、ここならとヤゴーラ教会の生き残りヤゴーラの翁が危険だからとマルトゥバから盗み出してきたブック・オブ・シャドウズを預けに来たんだけれど、それが揃うと危ないからと石は牧奈が、本は義恵が預かって保管することに決めたそうよ。あなたたちはあの学校から篠崎幸子を取り除いた。それによって大きな可能性が広がったわ。これまでのような一方通行ではなく現世に戻ってくることができる。この世のものではない異空間心霊スポットが生まれているの。わかるかしら。まさにあの場所は宝の山よ。これまで眉唾嘘800と笑われていた霊魂の世界への扉が開いたの。世界中のオカルト研究が一気に加速するわ。私はね、商売としてあの空間へ人を連れて行くツアーコンダクターをやろうと思うの。ちゃんのブログからは片白のデータは削除したし、あの手段ではもう飛べない。行く方法は私しか持っていない。私はね、ツアーを運営するにあたって安全を確保したいの。あゆみちゃんはお友達の霊を探したいでしょ。だったらあの空間の再調査は共通の目的にならないかしら。あゆみちゃん、私と一緒にもう一度天神小学校に行ってくれない？本来は片白を引きちぎる方法でツアーをやろうと思っていたんだけど、こんな便利なアイテムが見つかっちゃったんだもの。これはもう運命よ。私やるわ。商売にする。しら。すぐに答えを出せるわけがないでしょ。考えさせてください。ブックオブシャドウズだってどこにあるかわからないし、そもそもその石だって本当にそんな力があるかもわからないじゃないですか。実際に試したわけじゃないのでしょ。マジかよ。ゆっくり考えて。この石はもちろんまだ試していないから、どれだけ危険かわからないしね。篠崎家の血筋、篠崎真希奈の家で発見されたんだもの。きっと信憑性も霊言も新たかな霊具に違いないわ。すげえな。ちょっと見せてくれよ。あの箱の中にこんなものが入ってたとはな。あんたさ、まさかこの石を独り占めしようなんて考えてねえよな。これを見つけられたのは半分は篠崎が体張ったおかげなんだろ。お互い勝手に行けないように一つずつ持っていましょうか。わかりました。ちょうだい、岸沼君。ああ。うん、その気になったら連絡をちょうだい。そうね、サービスとしてブックオブシャドウズの創作は私も手伝ってあげるわ。無料でね。あの本さえ見つかれば一緒に行ってくれるのよね、あゆみちゃん。ぐっと。じゃあここは私が出しておくわね。いいえ、私も出します。それじゃ割り勘ってことで。そうそう、これは私からのプレゼント。あ、嫌だわ、そんなに構えないで。これは無料で差し上げるわ。だから安心して。最低だよあの人。